かつては多くの研究者たちが住んでいたであろうこの遺跡も今では誰の姿もない。そこにいるのはかつて聖者であったであろう者たちの亡霊のみ。果たして彼らの研究は成就したのだろうか。その答えは 気をつけて。
飲んでみよう。